よう。おはようさん。おはようございます。バチバチ協会でございます。というわけで、昨日買ってきた半額の半熟卵サンドを食べて、ただいま8時15分。ちょっと今の時点で、ステッカーがもう半分ぐらいも売れちゃったんで、その分を発送していきたいと思うので、そしてその後、急いで、新居の僕のところに行って打ち合わせしないといけないんで、はい、ちょっとバタバタしております。このステッカーとこのステッカーのやつはもう完売しちゃいました。欲しかった人申し訳ない。まだ2種類は残っております。で、新作の方も半分ぐらい残ってます。というわけで、こんな感じのやつ。サムレの音かな。あー、カーテン邪魔やな。出窓で食うからそうなんやな。いただきます。うん、まあ、定期便でね、これの9本とコントレックスの9本、9本だな、コントレックスの多分、計18本を毎月送ってくるんですよ。それを毎回消費しております。うん、アルカリイオン水はな、アルカリイオン水は尿酸値を下げてくれるそうですよ、うん、というところから始まりました。今年は尿酸値 8.3 を叩き出した時に、それから飲み続けております。うん、で、本日の予定といたしましては、とりあえず9時の時点で、まあ、今からヤマトに間に合えば実家の発送をさせていただきまして、そして新居に行き、銀行によってドラッグストアの綺麗なマダムを見て、そしてスーパーにより、そして帰ってきます。私の予定では帰ってきたら11時ぐらい、うん、で、それからクズの日が開演でございます。まあ、クズの日でもないから、今日ちょっとバタバタするから、うん、まあ、とにかく11時から飲み始め、まあ、そのスケジュール通り行けば11時にクズの日動画というか、休みの日の昼酒動画をまた開始いたしまして、また最近の休日定番の3本か4本ぐらい上がる動画ね、パチパチ飛んだ温度の差やな。そしてとスケジュール通り行きましたら、12時ぐらいからライブをね、
ちょっとしようかな。12時ぐらいにライブをしようかなと思ってます。12時から1時の間ぐらいですかね。でその時には昼飯動画も撮ったり撮らなかったりと出していただき、そこからまあダラダラとして、今日届く郵便局から届く荷物を多分午前中もしかしたら実家に持っていてくれるかもしれない、職場でないと受け取れへんみたいなノリやったら午後ぐらいに引き取らなきゃないな、不在が入ってたら。まあ、郵便局行こうって言ったら受け取らせてくれないですからね、職場の住所やったら。んで夕方まあぐらいまでダラダラかな、まあちょっと飲んだりして、坂東小林も本見終わったからな、まあ夕方ぐらいちょっとダラダラして、夕方5時か6時ぐらいからまたウォーキングを20分ほどして、でその後にまあその後購入された方、支払いコンビニとかの支払いの方ね、支払いが終わっていたら、発送してきて大和に、で夜の部が始まると、夜の部はもしかしたらライブもするかもしれませんというそんな次第でございます。本日の予定は、予定通り行くかどうか皆さんお楽しみに、行ったらいいんやけどな、でも行けそうな気がするんだよな。午後朝以外はそんなに予定が詰まっていないから、そんななんかめんどくさいこと、あ違う、ちょっと待てよ、11時まで帰ってこれっかな、やらなきゃいけないことはちょっとあるわ、1個だけまあええわ、ちょっとその予定で、やらないといけない、米送らないといけないんですよ忘れてたすっかり、ちょっとお米をね知人のところに送らないといけないんで、それも準備していかなあかんわ、10キロ、はい、まあ、というわけでバテボソ協会、今日はそんなスケジュールで動きたいなと思います。というわけで皆様、週の1日目だるいですね、頑張ってください、天気はいいですよ。というわけでバテボソ協会でございました。ごちそうさまでした。ほなまた後ほど。